寿司三昧じゃないよ。合図が来たから寿司三昧。さあじゃあ小西さん、ライズアップ、ライズアップやりますよ。はい、お願いします。バブルを守る。俺はバブルを守る、バブルを守る騎士。ああ、なるほど、それを動かして。あ、なるほど。ああ、うまい。バブルを見つけました。バブルを守る、バブルを守る。え、これどういうこと。角度つけて、角度つけて、角度つけて。やーい。そう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 、ナイス。ああ、そういうことね。うわー、すごい元気玉や。ああ、え、どういうこと、どういうこと。おい、今のところでちょっと失敗しそうやね、普通は。うん、バラバランってなるもんね。何、完了しました。本編じゃないってこと。どういうこと。ステージ1ってことか。ステージ1でしょ、これ難しい、これ難しい。あー、バブルを守る。あ、追加、ちょっと次からやんけ、もう。最初からやらせてくれや、最初から。いけ。バブルを守る、バブルを。やりたかったんですね、小西さん。相当熱中してらっしゃいますね。いや、ワンステージクリア。やった。お、なんか、うわおおおお、何これ何これこれ。うわ、お、よ、もういいですね。おお、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 あ、ケンシロウだ。何代か目のケンシロウだ。ああ。え、うわ。これ何やこれ。バブル守れなかった。小西さんは。なんかさっき小野坂さんが言ったステージ違うんですけど。いや、同じです。違いますよね。同じです、あれは。それ気持ちいいっすよね。お守れ、バブルお守れ。この何かが出てくるか。あ、なんか違うんだ、毎回。毎回違うんですね、これ。反発すな。なんか来た、なんか来た、なんか来た。ドゥーン。気をつけて、気をつけて。あ、これ嫌や。これ嫌やで。これ、小西くん嫌やで、割と。横にパパーンってやってれば、いきますよ、これ。めっちゃ跳ね返ってきた。1ステージ目は簡単だ、ね、いや難しいよ、1ステージ今の。2ステージ…え、お、なんやろ。ちょっと跳ねなかった。残念です、小西さん。なん、これ難しいよ、これひっくり返すんちゃう、1個。もう一回やりや。できる、今の。できるよ、あんなの。もう、ああ、これね、はい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 、簡単。簡単簡単って言うて失敗しとったよな、さっきんとこ。わしのプレーを見とけー、わら。全然ですけど、よし、俺が、はい、ああ、いいですね、うんうんうん、はい、これが俺のプレーじゃ、うん、レベル2、 3つ目のところが、あ、これね。しょうもない、しょうもないってことで。やれや、レベル2で死にましたけど、さっきはね。これ、ね、これさっきやったのか、ツンツンだなんて。よしよし、ここはいけるでしょ、ここはいけるよ、うん、さっきこれ失敗したんだけどね、小西君は。いや、引けないよ。ああ、避けていくやつね。あっ、あって言ったやつ。あいつのあって言うので今やられたな。小西さん、罰ゲームです。ん、一人阿波おどり。
ありがとうございます。シャウ、はい、シャウ、はい、そんな拳法もいましたね。はぁ、あ、何これ、こうなる？下に降りていくんかな。そうちゃう、ふいふい、あ、すげえ降りる。どういうことか。あ、これ当てない方がいいんじゃない？で、赤いところに当たったらダメなんだ。すごい失敗するよ。うお、うまい。うまい。天才だ。こんな天才見たことがない。無言やね。お、クリアちゃう。これステージ1、一気に降りるかと思ったら降りへんかったね。いや、レベル1、これレベル2やりや。いや、レベル2やりや。続けてこうやっていけば面白いですか。どこまでいけるか。まあそうでしょうね、きっと。その方が得点が高くなるってことじゃないの？違うのかな？パスもありますよ、パスもできますよ。パスって何？次の人に交代。うまい。パス、パスやがな。パスやがな。あー、あ、あ、お、うまくいった。あ、違う色だったのかな。はい、うん、反射神経は足の方が上のようですが、動体視力と反射神経はやっぱり年齢が出ますな。いや、ええー、うまいな、これは。うまいわ。あー、ぼーっとしとった。ゲームしてるときぼーっとしとったってどういうこと？あー、美しい飲み方するね。レベル10まで来たいな、これ。せめて。出せやる気を。なんかもうこれ全然やる気出んようになってきた。じゃあ俺は次クリアするわ。うん、お願いします。 OK、 クリアできへんかったら阿波踊りでよろしいですか。落ち着いたら何でもできんねん。落ち着いてやってくださいよ。阿波踊りやんなきゃいけないんで。おー、その辺ですよ。次、次ですよ。おー、次ですよ。もう一回やりたいね。はい、どうぞ、小野坂さん。まだやるんですか。これ失敗したら泡踊りですよ。今すぐ行けたのに。さあ、チャンスを逃したな。何するんだよ。そこの動くやつほんますごいね、動き方が。エグいでしょ。うん。女踊りだ女踊りだ女踊りだ女踊り出た。
おお、女踊りだ、女踊りで、女踊りすごいすごい。あ、来た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 、男踊り。うわ来た、ランジシランジシランジシ、ぎゅー、意外にこさあ、ということで小林さん、今日はバーヤングに来ていただきましたけど、はい、どうでしたか。もうこれはないですね。バーヤングは。バーヤングなんでないですか。バーヤングは。やりましょうよバーヤング。まずバーヤング、うん、用意したゲームのうち一つ起動しなかった。はい。そしてなんかよくわからない仕様になってしまった途中から。はい。はい、ただ二人でゲームして勝っても負けても阿波踊りっていう。地獄のゲーム一回プレイしたら阿波踊りしなきゃいけないっていう阿波踊りメインになってきましたね途中から。阿波踊りで充電するみたいな。ということで今日はバーヤングをお届けしました。ユン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 チューバーユン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  TV。 明日もお仕事頑張ってね、バイバイ。はぁはぁ言ってね。